どうしたんですか？君ら、もう家に帰った方がいいよ。なんかね、人が死んでるみたいなんだ。え？警察は、救急車も。こんなとこにいたんだね。みんなもそうみたいだね。姿見えないし。あんまり焦り表に出ない体質ってだけで。近くにいた人みんなそう言ってたし、少なくとも誰か死んではいるみたい。それは誰にもわからないことだよね。霊界通信でもできれば別だけど。まだ捕まってないみたいよ。ただ、私、もしかしたら犯人目にしたかも。だって、すっごい怖い顔してたから。怖い顔っていうか、薄笑い浮かべていたっていうか。どうしてみんな気がつかないんだろうって不思議に思ったくらいで、あれだけ混乱していたから仕方ないのかな。うん、知らない人だった。私らよりもちょっと年上の男の子。
けどね、遠目だったから見間違いとか勘違いかもしれないけど、その男の子やけに通りちゃんに似ているように見えたな。お兄ちゃん、私のこと昨日着替えさせたでしょう。しないわよそんなこと。そのままにしていてくれてよかったのに。もうちゃんとシャワーも浴びて着替え終わってます。もういいけど。食欲が湧かなくて、そこまでじゃないから。お兄ちゃんは大丈夫なの？
はよう。ちょっと寝過ごしちゃった。今も眠い。ダメかも。あ、今朝は三人なんだね。カズハちゃんたちはどうしたんだろうね。やっぱり寝坊？騒ぎすぎは良くないね。そうですね。だしゅ。さおとめさんは？ああ。起立！礼！だる。骨がタンカルになっちゃったみたい。ん？それがどうかした？変なことって？
確かに変な話だよね。京介くんの言う通り、その夢の中を動けるのはその人だけなんだと思う。なのに誰かが混じっていた。その人、本当に通りちゃんのお兄さんだったのかな。顔が似てるって夢の中の私は言ったんだ。というか本当に似てるの？そっか。ねえ京介くん、こうなったらその三木村さんって人に会いに行かない？何が？まあその時は謝ればいいんじゃないの？素直に。気になるしさ、放っておくのできないよ。マージのからくりは私にはわからないけど、その人のことが気になる。今日会えないかな。じゃあ会いに行こうよ、放課後。何やってたんだ。すいません、一緒におしっこ行ってました。そうか。キッズレ、一緒に帰ろう。そうなの？うん、通りちゃんのお兄さんに会えたら会おうと思って。兄さんに？なんで？それはトップシークレットなりよ。あ、そう。聞いてあるけど。ちなみに通りちゃん、待ち受けは何にしてる？え？普通だけど。普通っていうか、買ってそのまま。